電話交換機とは電話回線を相互接続し電話網を構成するための交換機である。博物館展示無線電話機の登場以前において電話により通話を行う場合は基本的には電話機同士を1本の電話回線で結ぶ必要があった。しかし特定の電話機だけでなく様々な場所の電話機と通信を行うためには 接続先が変更されるたびに電話回線をつなぎ替えなければならない。そのため、家電する際には、まず各地域の電話局において待機している電話交換手を呼び出し、接続先を口頭で伝えることにより、交換手が手作業で電話回線をつなぎ替えていた。この手続きを省力化及び高速化するため、電話機から送信される ダイヤル信号を受信及び認識し、機械的または電子的に自動で電話回線をつなぎ替える機械が発明された。初期の電話交換機は機械式であり、電話回線とつながっている接点が物理的に動いて接続先のつなぎ替えを行っていたが、後に電子交換機が発明され、電子回路上で回線の切り替えを行うようになった。また、今日においては、 規格の異なる方式の通信を総合接続する目的でも利用される。日本では NTT などの電気通信事業者向けの電話交換機は2015年に製造を終了しているが事務所や工場などの内線電話用の校内交換機はそれ以降も製造されている。HP1 号試験用掃除機1753から 富士通信機製製造造。株式会社年8月製造、日本電信電話公社局社内などに設置された、校内交換機の保守などに使用されていた。VOIP への置き換えが進んでおり、NTT は2025年頃に交換機設備の維持が限界となることから、2024年をめどに、公衆交換電話網をネクストジェネレーションネットワークへ移行することが、 予定されている。交換機は段階的にかつ大幅に小型化され、その場所がコロケーションルールで関門交換機 ADSL のハウジングサービスとして他の電気通信事業者に貸し出されている。ティバダルプシュカー主戦877年ボストンの電話交換機の図面1922年4つの クロスバー通話回線と交換手に接続する一つのバーを備えた四つの加入者回線用の1903年製手動スイッチ。一番下のクロスバーは電話局にグラウンド接続されインジケーターの信号出力ができるようになっている。電信の時代においては郵便局、駅、特に重要な政府機関、証券取引所、ごく少数の全国紙を供給する新聞社、 国際的に重要な巨大企業、そして富裕層の個人が電信の主な利用者であった。電話装置が電話交換機の発明以前より存在していたのは事実であるが、それらの成功と効率的運営は電信時代と同じ計画や構造では不可能だったであろう。交換機発明以前の初期の電話は、 他のもう一台の電話だけに配線されて通信が行われていたのである。電話交換機はサービスセンターにある地理的には小さな区域を担当する電話システムで加入者間の直接回線を必要とするのではなく彼らがかけてくる呼び出しに応じて個々の二つ以上の加入者回線の切り替えや相互接続を提供するものである。これにより加入者は自宅や会社や 公共の場でお互いに電話をかけられるようになった。これらのことは電話通信を日常仕様に問題なく使えて快適なコミュニケーションツールへと発展させ、しかもそれは全く新しい産業部門の創造に刺激を与えた。電話機自体の発明と同様、最初の電話交換機という名誉にも数名の視聴者がいる。初めて電話交換機を提案した一人は、 ハンガリー人のティバダル・プシカーシュで1877年に彼がトーマス・エジソンの下で働いていた時のこととされる。最初の実験的な電話交換機はプシカーシュの公案に基づいており、それは1877年にボストンのベル電話会社によって作られた。世界初となる国営の電話交換機は1877年11月12日。 ベルリン近郊のフリードリヒスベルクでハインリヒ・ホン・ステファン式のもと開設された。1878年1月にジョージ・ W ・コイはニューヘイブンに開設された米国で最初の商用電話交換機を設計及び製作した。その交換内は寝カク、ボルト、ティーポットの蓋の取って、 そしてバッスルの針金から作られ、同時に2件の通話を扱うことが可能だった。またチャールズ・グリデンはローウェルに交換所を設立したとされており、1878年に50人の加入者がいた。ヨーロッパにおける別の初期の電話交換機はロンドンとマンチェスターを拠点にしており、どちらも1879年にベルの特許で開通した。 一年後、ベルギーが最初のインターナショナルベル社の交換機をアントワープに保有した。1887年、プシュカーシュはマルチプレックス交換機を発表した。その後の交換機は1数百のプラグ版で構成され、電話交換手が配属された。それぞれ交換手は、各ジャックが加入者の電話回線のローカル集団となる1、4インチの チップマイナスリング、マイナススリーブジャックの差し込み口を備えた垂直なパネルの前に座って作業した。ジャックパネルの前に2列のパッチコードがある水平パネルを置き、各ペアをコード回線に接続するというものである。初古車が受話器を持ち上げると、極小ループ電流がジャック付近にある信号灯を点灯させる。交換手は、 後方のコードを加入者のジャックに差し込み、ヘッドセットを回線に切り替えて、番号をどうぞ、と尋ねて対応を行う。市内通話の場合、交換手がペアの前方コードを着信側のローカルジャックに挿入すると、相手を呼び出す明動サイクルが始まる。長距離電話の場合、彼女はプラグを中継回線に差し込んで別のボード集積所または、 遠隔地の電話局にいる別の交換手に接続を行う。1918年当時、長距離電話回線の接続が完了するまでの平均時間は15分だった。初期の手動交換機では交換手が聞き取りキーと明動キーを操作する必要があったが、1910年代後半や1920年代までには交換機の技術進歩で交換手が応答行動。 挿入するとすぐに自動的に電話応答できるようになり、交換手が名動コードを着信側に挿入するとすぐに呼び出し音が自動的に始まるようになった。交換手は発信者が呼び出し音を聞いている間に回線から切り離され別の電話を処理できるようになり、自分が回線呼び出しを続けていることを定期的に報告する必要がなくなった。 リングダウン方式では発信側の交換手が電話相手の加入者を呼び出す別の中間交換手を呼び出したりまたは中海交換手にそれを受け渡したこの中間交換手の連鎖は中間中継回線がすべての電話局間で同時に使用可能である場合にのみ呼び出しを完了できる軍用電話が優先されていた1943年当時市外電話に 手動交換機を使っていた都市部では、米国を横断する長距離通話の申請及び、予定回線の調整に2時間もかかることがあった。1891年3月10日、カンザスシティの発明家アルモン・ブラウン・ストロージャーは、電話回線の切り替えを自動化する装置である、ステッピングスイッチの特許を取得した。この最初の特許には、 多くの拡張と改造がなされたが、最もよく知られているものは、10の段つまりそれぞれが半円状に配列された10個の接点を有するバンクで構成されたものである。これが回転ダイヤル式電話と共に使用されると、番号の拡大によって、ステッピングスイッチ中央の修道紙が、まず最初の番号のパルスの個数ずつ段を上昇していき、 ついで次の番号のパルスの個数ずつ、小回転しながら接点組を水平に周動する。その後ステッピングスイッチがバンクに配置されるが、そのバンクの最初の段がラインファインダーである。仮に、最大100本の加入者回線のうちの1本が受話器をオフフックに持ち上げた場合、ラインファインダーは、その加入者回線を空いている最初のセレクターに接続し、ダイヤルされる。 桁数字を受信する準備ができたことを示すため、加入者にダイヤルトームを返した。加入者のダイヤルは毎秒約10パルスでパルス信号を発生したが、その速度は個々の電話運営企画によりまちまちだった。ストロージャースイッチをベースにした交換機はやがてパネルスイッチ交換機、後年にはクロスバースイッチ技術に押されるようになった。 これらの交換器設計はより早い切り替えができるとされ、ストロージャー式の標準10パルス、秒よりも早い標準、約20パルス、秒のパルス信号を受け付ける仕様だった。その後多くの交換器がさらに DTMF によるプッシュ信号などのトーン信号システムを取り入れていった。技術の過渡期では DTMF をパルスに変換して、 旧来のストロージャースイッチやパネルスイッチ、クロスバースイッチに供給するためのコンバータを搭載していた。この技術は実に2002年半ばまで使われた。電話番号、服装処理、料金計算などのための交換期間の情報伝送方式には次のようなものがある。通話チャンネルと同じ伝送路に多重化された別のチャンネルで制御信号を送受信するものである。 ISDN の D チャンネルを用いる場合、D チャンネル共通チャンネル型信号方式と呼ばれる。遠隔多重加入者線伝送装置内線、電話交換機と加入者交換機との間に用いられている。特徴制御信号を通話路とは物理的に別の伝送路で送受信するものである。事業用のデジタル交換機、電子交換機相互間で用いられている。 代表的なものに共通線信号ナンバー7がある。特徴通話路と同じ伝送路で制御信号を送受信するものである。多周波数信号が事業用クロスバー、交換機相互間に DTM 回モデムを用いるものが内線電話交換機と加入者交換機との間に用いられていた。デジタル交換機に置き換えが完了して以降は使われていない。 特徴現在、電気通信事業者の持つ交換網は巨大であり、そのため交換網はレイヤ構造となっている。そのレイヤ構造の各層において交換機の機能は異なる。加入者線、いわゆる電話線を直接接続し、回線交換を制御する交換機であり、交換網の最下層に相当する。LS とも呼ばれる。例えば、 NTT ドコモでは MLS と呼ばれる最下階定の交換機があるが、これはモバイルローカルスイッチを略したものである。ある交換網の中において交換機関を接続する TS とも呼ばれる。一つの LS はその地域にある多くの加入者を収容しているので、その地域内の相互通話は LS のみで可能であるが、別の LS に収容されている加入者と通話するには、 ts を通じて回線交換する必要がある。すべての ls を直に接続すると接続数が極めて膨大になるため必要時のみその間を取り持つというのが ts の存在意義である交換網間を接続する gs とも呼ばれる機能的には ts 機能を含むある交換網が別の交換網と 相互接続したいとき、その関門に設置される TS 機能の他に信号変換の機能を持つことが多い。ありがとうございます。